おかゆのさメスおかゆ塾やるみたいになったよ。あーあったね。なんかそれ今やりたい。メスおかゆ塾は一つ、ゲーム実況は3時間を過ぎたらちょっと可愛くなくなるから声をワントーン上げること。ダメだよそれも。いいか、ゲーム配信は長くなればなるほど集中力が切れて、はい、字の部分よりもひどい部分があらわになってきます。それがおそらくゲーム配信でいうとこの3時間を指すと僕は考えているので、まあそれが苦手な人は配信を3時間で区切るか、3時間以上やる場合は3時間過ぎたらワントーン声を上げることをお勧めします。はい、アーカイブ消さなきゃいけなくなるんであんまりそういうこと言われる。なんでよ、やれって言ったからやったのに。メス塾、あの話がリアルすぎる。それあの、その裏の裏で反省会する時のやつじゃん。いや、メス塾っていうのはやっぱりその可愛いは作れるみたいな話じゃないんですよ。基礎がなってないと、ね、その上に可愛いはやってこないですから。やっぱ3時間経ってくると、まあ、ゲームは楽しいんだけど自分が気づいてないところでちょっとね疲労してはいるんだよね。あー、疲労して、そう、目も疲れてくるし肩も凝ってくるし、そこでね謎解きとか来たらちょっと頭回んなくなって、確かにな、解けない自分にイライラしたりするもんなんですよ、3時間っていう数字は。いやいやいや、おかゆさんリアルすぎますそれ。もう身に覚えしかなくて、もうやっぱ受講生にはね身になるような話を身につけていってもらいたいですから。確かにそうですね。そう、生徒の時間を割いてもらってるんでね、先生も本気でいきます。よしって気合を入れることが大事ですね。なるほどね、メスるぞっていう、メスるというか、まあそうだね、みんな見てくれてるみんなのね時間をもらってるんだよなということ自覚。先生なんか言ってることまともなのに、なんか何なんだろうな、他に何かないんですか。他に喉に痰が絡んではやはり可愛くないので、食事は配信の2時間前に済ませることですね。痰っていうのはいいんですか。まあ、メス塾において痰が絡むみたいな。メス塾は別に内容は可愛くなくていいんです。今後に生かす内容が可愛ければ別にいいんです。今可愛くある必要はありません。質問なんですけど先生。はい、どうぞ。例えばコメント欄大荒れの中、一言で沈められるようなパワーメスワードはないんですか。あのゲームやっててコメ欄が荒れてる、その自分が結構うまくプレイができなくて下手くそみたいなってこと。そう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 。あー、それはですね、あのメス塾講師としてはですね、そこにメスを注ぐということは火に油を注ぐのでメスを遮断します。なんかゲームうまくできないのにこいつメス出しやがってってなるのは危険なので、一旦メスを遮断します。そこはゲームにリソース避けよというのが多分素直な感想になってしまうところが現実なんじゃないでしょうかね。なるほどね、そういう感じなんですね。いやでもこれはね、あのスバルちゃんのなんかさっきの配信チラッと見た時に書いてあったけど、あの猫またおかゆの考え方だから、うん、猫またおかゆなりの考えね。そうそうそう。じゃあマリオカートで11位になってしまったとしても、でもマリカはさ11位取ってもコメント欄荒れないじゃん。確かに。まあ、仮にね、その、うん、あれだとしたら、うん、もう11取っちゃったってなるよりも、もうね、無言、10位になる、うん、こっちの方がいいね。結果を出す。そう、結果、男らしすぎるやろ。結果の上にメスはあります。結果の上に、はい、先生、不敬は、やっぱりこの塾に入塾してよかったなって。いろんなことを考えてるんですね先生。いや分からん、ここまでなんか聞かれたから絞り出して考えたけど実際どうなんだろう。え、まさか先生適当こいてないですよね、ここまで語って。いやでもそれっぽいことは言ってると思う。うわ危な、はいはい、メス出してる余裕あったら結果出してください。いや我今2位、お主何位。5位。